Spinner。 おはようございます。10月10日木曜日、本日のデイリーブリーフをお届けいたします。本日のエピソードでは、イスラエル首脳陣は対立を深めている、オープン AI が買収防止策を導入、 EU ウクライナにおよそ5兆円の融資を承認、大型ハリケーンミルトンがフロリダ州に接近中、中国不動産不況が欧州高級ブランドに打撃についてお届けいたします。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。イスラエル首脳陣は対立を深めている。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とヨアブ・ガラント国防相の対立が、イランによるミサイル攻撃への対応を複雑にしています。ガラント国防相はアメリカのロイド・オースティン国防長官との会談を予定していましたが、ネタニヤフ首相がこれを直前で阻止。背景にはアメリカとの関係が悪化する中、ガラント氏が単独で対応することへの不満があります。イスラエルの内閣では、イランの核施設や石油施設への攻撃を主張する強硬派と、アメリカが望む抑制的な対応を支持する穏健派が対立しており、ネタニヤフ首相はバイデン大統領との会談を求め、ガラント国防相の動きを牽制しています。オープン AI が買収防止策を導入。アメリカの人工知能企業オープン AI は、外部からの買収や経営介入を防ぐため、またサム・アルトマン最高経営責任者を外部の干渉から守るために、新たな企業構造であるパブリックベネフィットコーポレーション、通称 PBC を採用する予定です。これは株主だけでなく社会全体の利益も考慮するモデルで、マイクロソフトなどの大手企業による敵対的な買収から守る狙いがあります。オープン AI は66億ドル、およそ9900億円の資金を調達し、時価総額は1500億ドルに達していますが、最近は幹部の退職や創業者イーロン・マスクの訴訟などの問題も抱えています。 EU ウクライナにおよそ5兆円の融資を承認。欧州連合 EU に所属する諸国がウクライナへの最大350億ユーロの融資を支持しました。これは G7 によるウクライナ支援計画の一環で、イギリス、カナダ、日本が残りの資金を負担します。ただしマルタは軍事的中立性への懸念から棄権しました。アメリカは EU が対ロシア制裁の期限を6ヶ月から36ヶ月に延長することを条件として融資に参加する予定ですが、ハンガリーとスロバキアがこれに反対しています。ロシアからのエネルギー依存が高いこの両国は、アメリカの大統領選挙が近づいている状況を踏まえ、制裁延長に慎重な姿勢を示しており、これによりアメリカの参加が遅れる可能性もあります。大型ハリケーンミルトンがフロリダ州に接近中。ハリケーンミルトンがフロリダ州のメキシコ湾岸に接近し、州全域で竜巻を発生させています。タンパやサラソタ、フォートマイヤーズなどの人口密集地域を直撃する見込みで、国立気象庁はタンパ湾に100年ぶりの強力なハリケーンが上陸する恐れがあると警告しています。中心風速は時速およそ193キロに達しており、沿岸部では3メートルから 4.5 メートルの高潮が予想されています。2017年のハリケーンイルマ以来最大の規模となる避難が行われる可能性があり、当局は準備の時間が残り少ないと警告しています。中国不動産不況が欧州高級ブランドに打撃。
中国の住宅市場の低迷がヨーロッパの高級ブランド企業に深刻な影響を与えています。特に LVMH、モエヘネシー・ルイ・ヴィトンやロレックスなどの高級ファッションや時計を展開する企業は売上のおよそ3分の1を中国市場に依存しています。中国政府は住宅ローン金利の引き下げなどで対策を講じていますが、住宅価格の回復は見込めず、消費者の購買意欲が低下しています。スイスの大手金融機関 UBS の予測によると、中国での高級品消費は2024年に 7%、 2025年には 3% 縮小するとされています。住宅市場の問題が解決しない限り、ヨーロッパの高級ブランドは厳しい状況に直面し続けると予想されています。中国の不動産不況が皆さんの愛するブランドにも影響するかもしれません。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。本日の担当は菊池ゆりなでした。次はお昼12時に AI によるフラッシュニュースを配信します。皆様、良い一日を。